どうも、医者芸人のシュンシュンクリニック P です。今回は医療従事者の転職の悩みあるあるをオリジナルソングで歌います。ワンツーワンツースリーカモン。電話をかけるときに自分の名前を言う前に前の病院名で名乗っちゃう。新しい仕事場のおつぼねが誰かまずチェック。夜勤なしでも夜勤の夢を見る。医療職から一般職に転職すると、接客するとき、お客さんのことを患者さん、キッズコーナーを小児コーナーと言ってしまい、慌てて訂正して恥ずかしい。ヘイヘイ転職、ヘイ転職、ヘイヘイ転職、ヘイ転職、ヘイヘイ転職、ヘイ転職。どうも、医者芸人のシュンシュンクリニック P です。今回は医療従事者の転職の悩みあるあるについて話ししたいと思います。医療従事者の方でも実際に転職をされた方、もしくはしたいっていうふうに思っている方、たくさんいると思います。僕もですね、医学部卒業して医師免許を取ってから吉本興業に入ったっていう転職を経験しております。医者から芸人になるっていう、あんまりね、こうギャップの振り幅もすごいし、あんまりない転職の仕方なんですけれども、自分の経験も元に医療従事者の転職の悩みについて今日は話していきたいと思います。さっきのダンスの方もご覧いただけたでしょうか。インスタグラムとか SNS を使って悩みとかも募集させていただいたんですけれども、たくさん悩みきました。分かりやすいのが、例えば電話をかけるときに前の職場の病院名で名乗ってしまうみたいなのはね、医療従事者じゃなくても結構あるんじゃないかなというふうに思います。新しい仕事場のおつぼねをまずチェックとかはリアルな悩みというか、あるあるですよね。仕事場にいた時に誰が権力者なのかみたいなのをチェックするっていうのは結構共通のあるあるなんじゃないかなと思います。医者あるあるでもあるんですけど、先輩だけど年下の人いるみたいな、敬語使っていいのかタメ語使っていいのか分からなくなるみたいな、結構こういうのもね、募集したのを見てて面白いなと思いました。僕もさっき言ったみたいに実際に経験したので、まずは僕の悩みあるあるっていうのを言いたいと思います。結構転職の悩みあるあるとして共通なんじゃないかなと思います。まず1つ目、直前までこれでいいのか踏ん切りつかない。さっきのヘイヘイ転職でも言ったんですけど、半年ぐらいは踏ん切りつかない。僕も研修医の時、2年間あったんですけど、 NSC 養成所に行きたいなっていうのはずっと思っていたんですよね。でもやっぱり本当にこう養成所に入ってしまっていいのかなとか、すごく不安でした。もう1年ぐらいずっと不安でした。辛い仕事が終わって、家に帰って、そういう時にお笑いのテレビを見て気持ち的にも救われたし、あ、この職業いいなっていうふうに思って吉本の養成所入りたいなっていうふうに思っていました。それを夜に思って、もう絶対に NSC 入ろうと思って、で朝になって、朝にシャワーを浴びてる時に、昨日考えていたことはすごいちょっと愚かなことなんじゃないかなとか、養成所入るなんて本当にバカげてるよなみたいなことをこう繰り返すっていうのを本当に1年ぐらいずっと悩んでいました。夜入ろうと思って朝になって、やっぱりやめようみたいな。でもやっぱりなんで NSC に入ったかっていうと、自分の好きなことをやろうっていう思い、あとは自分の人生は自分で切り開いていこうっていう思いがあったので、転職しようっていうことを決めました。その時27歳とかだったんですけど、30歳になった時に後悔しない人生を過ごそうと思って
転職することを決めたっていう感じですね。今は本当に芸人になってよかったなというふうに思っております。2つ目、今までのキャリアがなくなってしまうという不安になりがち。転職すると前の職場での技術や経験っていうのが、全部無駄になってしまうんじゃないかなという不安になってしまうと思います。僕もやっぱりこう研修医やってとか医学部の勉強全部意味がなくなってしまうんじゃないかなというふうに思いました。ただ結論的に言うとそんなことは全くないと思います。大学病院とかだとベッドサイドに行って結構患者さんと話したりっていうのが多かったりとか、採血っていうのは研修医がやるのであんまり看護師さんがやることっていうのが多くなかったりします。大学病院からクリニックに転職すると採血するっていうことが多くなったりとか、そういったね業務の違いっていうのはあると思います。医療業界から、全然関係のない職種に行った時とかも、今までの技術や経験とか、意味ないんじゃないかなっていうふうに思ってしまうかもしれないんですけど、意外と大学病院とかの患者さんとのコミュニケーションの方法だったりとかが他のクリニックとか全然違う、例えばアパレルだったりとか、そういうのに活かせるっていうことは往々にしてあると思います。実際に僕も結局その時の医者のあるあるだったりとか、そういうのをフルに活かしてやっていますので、なんか結局意味ないんじゃないかなって思っても後になって生きてくるとか使える技術っていうのはすごくあると思うんですよね。今までの経験っていうのは全然無駄じゃないと思います。やっぱりそれが資格の強さっていうところでもあると思いますし、やっぱりそれが強みっていうことになるんじゃないかなというふうに思います。新しい転職先に行くと新しい視点視野で物事も考えられることができたりとか、世界も広がると思うので、やっぱり転職してね後悔っていうのはあんまりないんじゃないかなというふうに思いますね。あとは僕の研修医の時の同期の看護師さんのお話なんですけれども、もともと消化器内科の病棟で働いていて、入院されていた患者さんがナースステーションの目の前で倒れてしまったらしいんです。急変っていうやつですね。その時にその僕の友達の看護師さんが、一瞬ちょっと動くことができなかったみたいなんです。それがすごい悔しかったみたいなんです。でその消化器内科の病棟からやっぱり急変に対応できるように、心臓の知識とかをもっと知らなきゃいけないんじゃないかなというふうに思って、他の病院の循環器内科心臓の方の病院に転職して、そこで心臓のことを学んだりとかしたみたいなんですけれども、転職した時って前の病院の常識が通用しなかったりとか、略語とかも結構変わってまた新しく覚え直さなきゃいけないとか、心臓の方の病棟って皆さんモニターをつけてる方が多いので、心電図とかも読めないと話にならないので、そういったところを一から勉強するのとかも、大変だったとは言ってたんですけど、自分の目的があって転職をしたのですごく楽しかったし有意義だっていうふうに言っていました。目的を持ったりとか自分の今までのこのやりたいこととかを振り返る期間にもなると思うので、そういう目的意識とかがあるとすごくなんか転職も楽しかったりとか有意義なことになるんじゃないかなというふうに思います。その看護師さんは今もうアパレルに勤めてるんですけど、もう全然医療と関係ない仕事されてるんですけど、楽しいっていうふうに言っています。もともとカフェとかインテリアに興味があるって言ってたので、あとは結婚されたっていうこともあって、ちょっと看護業務をお休みするっていうのも兼ねてそこのアパレルで働いてるみたいなんですけど、やっぱり随所に看護師さんが出てしまうらしくて、お客さんのことを患者さんって呼んでしまったりとか、キッズの120っていうコーナー服があるらしいんですけど、それを勝利の120って言ってしまったりとかで、自分では言ってること全然気づかなくて後で店長に呼び出されてちょっと怒られるみたいな。あとは看護師さんってやっぱり病棟とかの患者さんが転倒転ばないように見なきゃいけないので、結構近いところから声かけとかをしてあげるんですよね。それの職業病みたいなのが残っていて、接客するときとか異様にお客さんに近い位置で接客してしまうらしくて、なんかそれも店長に、注意というかちょっと近いよみたいなことも言われるらしくて、職業病みたいなあるあるも出てしまうらしいです。やっぱり僕もその看護師さんの話を聞いてみて、自分も医者から芸人になってみてよかったなと思いましたし、今転職を考えてる人とかも転職したいなって考えているのであれば、ちょっと勇気を出して飛び込んでみてもいいんじゃないかなというふうに思いました。転職とかっていうのは自分のキャリア経歴とかやりたいことっていうのを考えるいい機会だと思います。何より自分の人生ですし、自分の生きたいように生きていく、切り開いていくっていうのが大切なんじゃないかなというふうに思います。ただそういう話を悩んだりとかしていく中で、どうやって転職先を見つけたらいいのか決めたらいいのか悩んでいるっていう方も多いと思います。そんな時に役立つのが転職サイトだと思います。その中でも特におすすめなのがバイトルプロです。
バリトルプロというのは医療、介護、美容、保育、4業界を中心に扱う専門職の総合求人サイトで、プロフェッショナル人材に加えてプロフェッショナルを目指す求職者も支援しています。このサイトは医療も介護も美容も保育も求人数がナンバーワンで、いろんな条件で検索できるので、自分の求める条件の転職先っていうのを見つけることが可能だと思います。実際に僕もちょっといじってみたんですけれども、いろいろな検索もできるし、本当に求人数もめちゃくちゃ多いので、見てるだけですごい楽しい気持ちになりました。あとは転職の時に実際に不安なのが職場の雰囲気だと思うんです。どういった職場なのかなって、その雰囲気見たいと思うんですよね。バリトルプロだと職場動画っていうのがあるので、それを見ることによってなんと職場の雰囲気が見ることができるんです。それだとちょっと安心しますよね。あと結局気になるのが給与だと思うんですけれども、これも安心してください。バリトルプロだと給与アップ求人数はなんと15万件以上あるみたいで、バリトルプロで転職して給与が上がった人の平均月収アップ額っていうのは1万7200円らしいです。これだけ増えると月にいろんなこう趣味とかにも回せると思うので、すごく嬉しいですよね。ただなぜこんなに給与アップの求人数があるのか不思議に思いますよね。バリトルプロではディップインセンティブプロジェクトっていうのを実施していて、バリトルプロが企業側に給与アップをお願いしてくれているから給与アップ求人がたくさん掲載されているらしいんです。これめちゃくちゃすごいですよね。もし転職をしたいけど転職先をどうやって探そうか悩んでいる方がいましたら、ぜひともバリトルプロで一度探してみてください。そこまで本格的には考えていないけど少し転職したいなって思ってる悩んでる方がいたら、そういう方もぜひともバイトルプロ一度チェックしてみて、そこで検索することによって新たな世界が広がると思います。専門職にフォーカスしてるっていうのも少しこう信頼が置けるポイントなんじゃないかなというふうに思います。ぜひともバイトルプロ一度チェックしてみてください。はい、ということで今回は医療従事者の転職の悩みあるあるについて話させていただきました。どうでしたでしょうか。やっぱり共感できる悩みっていうのがね、すごくあったんじゃないかなというふうに思います。こんな悩み私はあったよ、僕はあったよっていう方はコメントに、何か書き込んでくれると嬉しいです。ということでこの動画が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの、動画を見ていただいてありがとうございます。ちょっとでもいいなというふうに思ったらぜひともチャンネル登録してください。よろしくお願いします。